いや、避けますよ、私。はいはい、避けます。ほい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、今回は、ん？今回、あ、いたいたいた。おらんのかと思った一瞬。ほい。おう、アイナ様。魔物たちを倒していただき、ありがとうございます。魔物の攻撃も収まり、アイナ様の手で、リオンに戦い挑む準備も整っています。アイナ様、ついにこの時が来ました。リオンの住む魔の島へは、虹の雫を使えば行くことができます。リオンに攻撃するために、王者の剣を、リオンの魔法を防ぐために、光の鎧と、勇者の盾を必ず装備して戦いに挑んでくださいね。全部装備してる、すでに。アイナ様、戦うことも、物を作ることも、すべてお任せしてきた私が、今さらアイナ様におかけできる言葉などありません。ただ、アイナ様、必ず生きて帰ってきてくださいね。コンパスに目的地が表示された。え？で、どこでその虹の雫を使えばよろしいの？好きな場所で虹の雫を使えば、竜王のいる魔の島に行くことができるでしょう。竜王の城には何やら仕掛けがあると伝え聞いております。進むべき道に迷ったら注意深く探索をしてみてください。なるほど、どこでもいいんか。ところでアイナ様、先ほどからお顔の色が優れませんが大丈夫でしょうか。ゆっくりと体を休め、準備を整えてから竜王との決戦に挑んでくださいね。アイナ様、無事のお戻りを心よりお祈りしています。よし。ということらしいので、虹の、あ、あれか。虹の雫。これを、さあ、使え。竜王の島へと旅立ちますか。ほい。お姫様の目の前から。おお、すげえ。すげえ飛んでったんだけど、なんか。おお。ここがその竜王の島とやら。くっ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 く。よくぞ来たアイナ。物を作る力を持つ者よ。我が城でそなたを待っておるぞ。わっは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 。わっはっはっはって言われても。とりあえずまっすぐだね。オッケー。向かおうじゃないか。まかおうってなんだ。え、なんかドラゴンおるんすけど。なんか普通にドラゴンいるんすけど。この、行き止まりだな。こっちから回れる？ちょっと待って、こっちから回れるね。じゃあちょっと、安全に地面を歩いて行こうじゃないか。まあ、それが安全なんかどうかわからんけど。もしかしたらね、山の上を越えて行った方が、モンスターはいないのかもしれない。けどまあ、びっくりした。降ってきた。え、これ回っていけるのかい？わからん。とりあえず、びっくりしたー。いや、次々とドラゴン。え、いすぎでしょ。とりあえずこっちか。こっちから行けるかな。やめて、炎を吐くのはやめて。なんかちょいちょいこのドラゴンの柱があるんだけど。ん？あれは何？悪行抜けるの？ぽいね。なんか関所的な感じだろうか。あれはこの、大金槌、いける？あ、違う。あ、虹の雫使ったら拠点に戻れるんやね。なるほど。なんか中におる気がする。超激突マシーンとかそういうのを、あーやべえ。多分ね、あの、竜王までに、うえ、あぶねえ。竜王までに力を貯めといた方がいいと思うから、ちょっと避けさせてもらうよ。普通に避けさせてもらうよ。ごめんね。なんかこの骨異常に白いね。あ、これか。え、これ？お城。多分これだね。よし、向かおう。なんか知らんけどさ、この光の鎧やっけ？それを身につけてからね、毒の沼地が平気になったんだ。これ。ちょっと待って。あ、こっちも行き止まり。うわぁ、なんだ。ちょっとその壁を通り越してくるのは反則だと思うんだけど。あ、ここ。ここ行けるじゃん。なんかいるよ、なんか。いや、避けますよ、私。
はいはい、避けます。君、どうせ直接攻撃はしてこないんでしょ。え、こっちでいい？あー、やべー。さ、あ、ここさっきの場所や。え、あの奥は？ちょっとわからんけど、とりあえずついてこないでくれ。あー、ちょっといっぱいいる、いっぱいいる。やばいやばいやばい。とりあえず逃げる逃げる逃げる。あ、なんかある。ちょっと待って、はい。え、ドラゴンおる、ドラゴンおるて、ドラゴンおるて。ちょっと待って。うおー、やべえやべえとか言いながらもう宝箱。初めて守りのルビーを手に入れた。いきなりちょっと使ってしまったけど。あ、階段階段階段を失った。ちょっと待ってね。装備でとりあえずちょっとこの鋼のグリーブ外して、守りのルビー、守りの力が込められた真っ赤なルビー、敵から受ける直接攻撃のダメージを半分にする。あ、いいねいいね。これ装備しといて。怖っ。あ、でもここから上登ってこれんのかな、もしかして。これすごい気、あ、調べる。玉座の後ろから風を感じる。あ、ここ壊せるんやない？なんか色違う。間違えた。間違えた。あ、ほらほらほら。なんと階段を見つけた。だってこんないかにもさ、竜王が座ってそうな椅子やのに何もないとかいうことないよね。ん？ここは。なんか自然がいっぱいある。なんか作業台まであるんやけど。え、あれ竜王じゃない？ぽいよね、ぽいよね。ちょっと待って、王者の剣に入れ替えとこう。それから、それから、もう大丈夫かな。ちょっと傷薬使っとこっか。これで満タンにして、よし。なるほどね、あれがフェイクでその奥にいるってことだ。よくぞ鍛えなよ。わしが王の中の王、竜王である。わしは思わなかったぞ、そなたのような若者が現れるとは。選ばれし勇者ではなく、今やルビスの加護すらない不完全な存在か。しかしそなたのその顔、なんとも恐ろしい顔だ。びっくりした、ここでも間抜けとか言われるんかと思ったよ。そなたこそ人間で物を作る力の恐ろしさを表しておる。どういうこと？そなたは見てきたであろう、メルキド、リムルダール、マイラとガライア、それらの地で起こったおぞましい出来事は、すべて人間が自らの力で起こしたことだ。やはりそのような力、この世界から消してしまわねばならぬ。え、人間自ら？いや、モンスターに襲われてたけど。そうでなければ、この世界を再び調和を失い、滅びてしまうであろう。さあ来るがよい、ビルダーよ。わしが直々にそなたを消してやる。闇を滑る誠の王、竜王。なんかひらがなで書かれるからか知らないけど、すごく間抜けなんだよね。なになに？竜王、守りの壁に包まれた。竜王のしもべが呼び出された。こいつらをやっつけろってこと？ちょ、やべえやべえやべえ、倒してやる。おーおーおお、魔法トーンはアユナには効かなかった。だって私魔法とか使わねえし。やばい、なんかいっぱいおるいっぱいおる。はい、ちょっとそうやってさ、そうやって壁に守られてその場所から魔法使ってくるとか卑怯卑怯だよ。へいへい。わ、なんかでかいの来た。お、リオの守りの壁が消え去った。届かない。あい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 。あ、めっちゃ減るめっちゃ減る。王者の剣めっちゃいい。なになになに、これを繰り返せってことか。オッケー。あ、ダメ。待って、何もオッケーじゃない、何もオッケーじゃない。ちょ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 、はい、よし。さあいけいけい。このその場でその場でガクガクガっていける感じね。はいはいはい。お、いい感じじゃない。てか一発でやっつけれるんやね、こいつら。うわ、おったおった。ちょっと待って、はい、ボタンを押し間違えるよ私しょっちゅう。はい、でこいつ、私ダメージ受けてなくない？ねえ、あと1体、最後の1体がでかいんや。おっしゃ、消え去ったぜー。これでめっちゃ上乗っとるけど。はい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 。うう、弾き飛ばされた。おー、これを超激突マシンのまんま行けば結構効くね。あ、やばい、私、降りる押した。降りる押した。はい。あいあいあい。やばいやばいやばい。ちょっとボタンを押すのが遅れる。おっしゃ、どう？まだか。全然まだだね。
あと 8? あと 8? 魔法トーンとか効かないよ。私直接攻撃だもの。はい、よいしょ。魔法もなければマジックポイントもないさ。どうよ。あれ、炎吐くんだ。炎吐くやついるんだ。あ、やべえ。透けた、透けて通った。なんかここ扉あるんやけど、まあいけんよね多分。今はこっちの戦いに集中か。あー、やばい、ぶつかった。あー、よかった。あー、ダメダメダメ、早く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 。はい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 、時間時間。びっくりした、ゲーム切れたんかと思った。クックック、やるではないか。どうやらそなたの強さはそなただけの強さではないようだな。そうか、自らが作り出したものの強さということか。何、卑怯とか言う？壁に囲まれてた奴が卑怯とか言う？惜しいな、その力。そのような力にはわしも本来に力を解き放たねばなるまい。ぬーん。何？あ、もしかして、そっか、竜王ね。あ、なんだ、どうした？そうだ、あゆなよ。本来の力を見せる前に、そなたにもあやつと同じ問いかけをしようではないか。あゆなよ、世界の半分と引き換えに、わしの味方にならんか？なるわけないやろ。迷うことはあるまい。そなたは世界を救うべき勇者ではないのだ。ルビスの貸した責務とやらも、もはや関係ないはず。心配するな。そなたには闇の世界を与えるようなことはせぬ。そうだな。そなたが自由に物を作れる、ビルダーとしての新しい世界を与えてやろう。新しい世界とかいいんだよ、今までやってきたことは。良いか、アイナ。改めてそなたに問う。もしわしの味方になれば、世界の半分をアイナにやろう。どうじゃ、わしの味方になるか？いいえ。ほう。では、良いのだな。もしそなたがわしに負ければ、そなたが築き上げた町も、復興した村も、助けた人々も、出会った仲間も、何もかもすべて滅びることになるのだぞ。負けません。本当にそれで良いのだな。後悔はせるのだな。聞きすぎよ。二回目の選択肢も電子さ。そうか。愚かな奴め。では、アイナ、地獄で後悔するがよい。アイナよ、聞こえますか？お、ここに来てルビスか。何？その声は、ルビス。貴様、今更どうして？ほんと今更よね。アイナ、勇者ではないあなたの力だけでは、やはり竜王には勝つことはできないでしょう。しかし、今まであなたが作り上げてきた力なら、あなたを助け、導いてくれるかもしれません。さあ、みんなで力を合わせて竜王に挑むのです。みんなって何？道具？ふっふっふっふ、小賢しい。行くぞ、アイナ。我が真の姿を見せてやる。あの杖かっこいいな。とか言える場合じゃないけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。